はい。えー、ほんま子ライディングチャンネル、やっていきたいと思いますけど、まあ、ライディングチャンネルというか、まあ、本んまと子を語るというか、えー、そんな感じのことを今日はやっていきたいと思うんですけど、えー、まあ僕、あのー、今ね、ゴルフに打ち込んでますけど、あのー、前にも、これ、説明したと思うんですけど、あのー、 まあ、ゴルフが上手くなりたくてね <laughs>、ゴルフのインストラクターになったわけですよ。なぜなら、あただで練習できて、ただでおし先輩たちにね、教えてもらえるから、あの、ゴルフのインストラクターになったんですけど、まあ、まあ、その、かいあって、えー、まあ、5年近くインストラクターやって、えー 女性にはモテました。あ、違う。違う。その話じゃなくて <laughs>、えっと、その回やってですね、あのー、まあ、まあ、刀剣たどって、まあ、チューブにある、まあ、あのー、トーナメントで使ったら、使ったりするね。コースで、まあ、バックで回って、あー、4ワンダーかなが2回ぐらい出たり、まあ、パワープレイでも回れるかないつも大体なんかね、そのー、し、 気合入れて、えー、回ると、パワープレイを目指すぐらいの、まあ、実力があったんですけど、まあ、これ、その時は、ま、その、先輩方から、やっぱ調子が悪くなると、その、インストラクター何人いたのかな ?6、7人いたのかな全員で。 で、その、先輩に見てもらってね、なんか調子が悪いんですけど、言ったら、ここ直せ、あそこ直せっていうとこ、こととか、まあ、こういうドリルをやったらとか、そういう、まあ、あアドバイスをいただいてね、う、え、ま、ー、くなってったんですけど、その、まあ、最、まあ、やめるぐらいになった時には、あの、チューブの、その、マ、まあ、インストラクター、 そこの組合があるんですけど、グループが。の毎年一回試合するんですよ。インストラクターの全国で。ね。で、そこでまあ、チューブトップで予選通過して、えっ、ー、とね、なんだったかな、パープレイでもあったのかな刀剣たどのバックをね。えー、パープレイでもあって、えー、チューブ1位かなチューブ1位になって、まあ予選通過してたところでやめた。決勝にはね、 行く前に、もう、ちょうど退社しちゃう。一か月、その、ちょうどその一ヶ月後に、試合があったんだけど、ちょうどそこで、退社だったんですよ、僕。で、辞めちゃったんですけど、まあ、そこまで、えー、実力がね、うん、上がったんですけど、まあ、いろいろな理事要があって、もういいや、ゴルフ、と思ったんですね。ここまで来たら、もういいやって思ったのと、あと、 理論が分からなかった。ああこれ以上上手くなる。なんでかって言っと練習してもね、上手くならないっていうのはもう知ってたんですね。で、なんでかっていうと、まあ、あのー、2年ぐらい、あのー、ラウンドレッスンしてるプロについて、まあ、マネージャーみたいなことをしてたんですよ。マネージャーみたいなことって何って言ったら、 あの、ただね、お客さんと一緒に回っててっていう、あの、それも2年間、えー、毎日、日曜日以外は毎日ラウンドしてました。ただお客さんと一緒にラウンドして、まあその、トラブルがないようにとかね、あと、まあその、質問があったらね、あ,あの、後でプロに聞けるように、えー、そういう連絡を取ったりっていう、ただね、本当に、 一緒に回ってりゃいいっていう、その、2年間回ってたんですけど、うん、だいたい1日ね、2ラウンドぐらいしてました。それを2年間やってもね、上手くなんなかったんですよ、ゴルフが。前にも言ったんですけどね。で、これはね、これレースにも言えるし、レースにも言えるんです、これは。あの、ゴルフにも言える。やりゃ上手くなるもんじゃないんです。ね、やっぱり、 あのー、正しい理論のもとに、やっぱり努力していかないと、あんまいくらやっても無理だし、やっぱり、つく、なんていうのかな、そんな、毎日毎日やれるような、環境ってまずないじゃない、普通。ゴルフもあの、レースもね。ない、限られた時間をどうやって、うまく使ってね、上達するかっていうのは、やっぱ間違ってない、えー、努力を早く見つけて、 えー、その、やっぱり自分の身になる理論のもとでやるっていうのはすごく大、すごく大事なんですよ。それもすごく知ってて。で、まあ、ゴルフ一時期上手くなって、やめて、またやろうかなと思ったのね。その3年ぐらい前に。だからまああんだけ上手かったから、ちょっと練習すればね。 あのー、元に戻るわと思っててあ、やり始めたらですね、まあ最初、その、やってないって言っても年に2、3回はラウンドしてたのかな。だけど70代で回れるんですよ、楽勝。で、まあまあ80も打ったりもしてたりもしたのかな、前半で。で、じゃあまあ、そろそろね、またやりたいななんて思ったから、そろそろちょっと気合い入れて練習するか、みたいな練習を始めたのが3年前です。で、 やればやるほど、下手になってったんですよ。や、やればやるほど、なんかね、70代が出なくなり、で、80代がアベレージになって、やってや、ちゃんと一生懸命練習してんだよ。やってんのに80代になり、<laughs> とうとう最後はね、90を強ようになりました。練習してんのにだよ。ね、で、なんでだと思って、で、これ絶対理論が、 間違っとるわ、と思って。ね。で、そこで、まあ何度も言う、YouTube でね、今はありがたいことに YouTube で、えー、理論を、本当に、えー、毎日ね、トラック乗りながら、毎日毎日いろんな、その、チャンネルを見ながらね、いろんなプロの言うことを言って、 もう本当に聞いて、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 で、言い方は違うけど、同じことを言ってたり、するものを、っていうのはやっぱ基本じゃないですか。ね。10人のプロ、まあ、十人のプロが同じことを言うポイントっていうのは、やっぱりその、それは基本的な部分じゃないですか。ね。そういうものを見つけて、で、いろんな、 あことにもハマってね。やっぱね、えー、ファーストイン、スローインファーストアウトだのね。あのー、リアスラ、リアスティアだのね。そういう間違った <laughs>、あの、あのー、情報を、信じてね。いろいろ試したんだけどさ。<laughs> なかなかうまくもならず、いろいろ、 ックしながら、やっぱそのリアスティアは、じゃないなとかね。スローインファーストでもないなとかね。そういうのを、やっぱり理解して、まあ、肌で感じて、えー、やっとね、今多分インストラクターの時のレベルにかなり近くなってきた、ショットはね。 だけどね、足らないものはね、やっぱね、あの、ゴルフしちゃないと思うんですけど、アプローチとパターがちょっと今一歩なんですよ。で、それも、今後ちょっとスイング変えていかなきゃいけない。理論を変えていかなきゃいけないんだけど、そこまでまだやれてなかったんだよね。でも、ショットが、バタついちゃってて、で、どういう方向で行っていいのかっていうのもなんか自分で見えてなくて、で、なんかバタバタしてたのに、やっとね、あ、これだっていうのが見つかって、あとやっぱりその、僕も同じことをや、やろうとしてんだけど、 ヒントヒントを、やっぱりそのー、YouTube で、えーえー、まあ、得てね。あ、これって多分、こうしたらいいんだろうな、とかね。ヒントね。僕もヒントをみんなに、あのー、なんていうのかな。説明してたりするんだけど、あ、こう、ほんまはこういうこと言ってるから、こういうことなんじゃないのかな、こういう風うにも使えるんじゃないのかな、っていうね。ヒント ヒントになればと思ってやってるんだけど、まあ、そのヒントをね、まるっと信じちゃいけないし、僕が言ってることが100じゃないんだよね。僕が言ってることは多分10ぐらいのことで、本当は100のことをやってほしいんだけど、10のヒントだけ言ってるって部分がたくさんあるんで、僕が言ってることをやればいいっていうわけでもないし、そういう感じで僕話してないんだけど、まあ、そういうヒントをね、えー、YouTube で、ゴルフで手に入れて、多分ね、 あの、インストラクターの時より超えられると思います。多分ね。あの、インストラクターのレベルの時より超えられると思う。まあ、その、もう10年年取っちゃってるけど、あの時からね。でも、あの10年前のインストラクターの僕を、あー多分超えられると思うんで、ええー、こうご期待。 っていうのは自分にこう,こう嫌いしてんだけど、あのね、みんなレースね、えー、見てる人がほとんどだけど、やっぱね、理論が大事。理論が大事。やっぱね、やりゃ上手くなるっていう部分もあるけど、やっぱね、理論が大事なんでね、みんなその理論を、いつも考えて、えー、レースも、ゴールフもやっててください。えー、今日は、本音シークを語るかなでした。以上です。